どうもボビーアトレザーのボビーです。えー、ボビーアトレザーのアトリエからライブでお届けしております。ねえーうん、今日は月曜日ということで比較の話。ねディアスキン。ねあなたも好きなディアスキンですよ。<laughs> ねえー。ボビーアトレザーといえばやっぱりこうねえー。ディアスキンがあ 多いです、ねうんえー、まあ今日はですね、まあ、あのこれまではエキゾチックレザーっていうかあサメとかあのねヘビ、えー、とかそういうレザーのね話を,をさせてもらいましたけども今日はね、えー、オーソドックスなっていうかあもうボビアテレザーのベースともなってます、うん ディアスキンの話をさせていただきたいと思いますね。はい、えー。そうですね、うん。ディアスキンって言ったらまあ平たく言えば鹿カ川ですよ。ね。えー、ここ近年、えー、外獣で、えー、ねあのシのことね皮を実際ジビエとかなんかあいろいろね日本でもあのー、地方とかでもね問題になったりしている。 生き物ですけどもねうだけどもまあいあのー、あれですよ <laughs> 鹿側ってねあの,ー、あの普通の牛革とか物、まあのの種類にもよるんですけど僕が扱うようなそのこう何て言うんですかこういうちょっとね、えー、クロ,クロームナ飯とか言うんですけどそういう 衣類というか、ね、こういう衣類とかあ小物とかに使うような革、うん、の中で,です、ね、比較的ですねでまあえー、とですね特徴的なもの、まあ、今僕はもう,こう羽織ってるのもおディアスキンですで、まあ、今今今日はちょっとあのはっとてなしに、えー、このキャスケットをね、えー、もう10年以上これ。 買う、ね、売ってるお古ですけどもねいま、えー、だに現役ででこれもディアスキンですね、うん、鹿革ですでちなみにこのハンチングねこのハンチング、ね、あのボビー・アトレザーは黒いものが多いって基本的になんかいつもあの画面にね見,見にくいやろうな思いながらもねこれがあちなみにディアスキンのハンチングですねこの し見た目の感じでだろうしこのしぼしぼこのしこぼのっていうんですけどもねこのしぼがまたいいですよねでちな,ちなみにあのこちらがあのホースレザーです馬革ねこれはこれでいいんですよこれいい革なんですよ、うん、ホースレザーでもねあのー、まあボービーアトレザーはだいたい鹿の革か馬の革が多いですね うん、たまたま、うん、そういう,うアイテムが <laughs> 多いですね。うんうん、でまああのー、このジャケットでね大体、えー、鹿3等分ぐらいかな、うん、3等分3枚ですよ単純に3。3枚言うたら、ね、1枚がほら1匹なんで <laughs> 単純にね鹿がね。うん ああのー、あれでですよ。でこれ例えばまあ、ボビーアトレザーの場合はあのー、うんこの革紐あるじゃないですかこのねこうハンドハンドステッチのねこれもね鹿革はこ,この場合鹿革を使っているのでままあ、まあ、あの縫い糸とね糸と比べたらもう単価はあのこれぐらい <laughs>。 <laughs> ものすごいあの単価のお高い、えーねえー、縫,製縫製のものになってますけどもあのー、えー、っとですねあ一回丸側見せようか丸側やったらこうま,だまだこう何て言うんですかあの切る前のちょっと待ってよ。もう黒ばっかりだからこれ茶色のがあったんで丸側でた多分これ丸側かな使ってないと思う。えーこのまあ ちょっと待ってよ <laughs> これこれあのこんな感じですよ、ね、こんな感じですよマイクが <laughs> こうした方がいいかな <laughs> ねえー、ここがまあちなみに首ですね首のあたりだからここのあたりはですね、えー、し,しわしわ首がほらこう動くじゃないですか 僕らもこう首にしわあると一緒でこういい感じの脂肪がねえ出てますねこう画面で見れたらええんやけどね一応一眼レフやけどね見えようかどうかあれですけどねただまあ,あの鹿の皮はね柔らかくてねええんですけどね若干ねどうしてもねちょっとねえ穴が開いたりとか 物によっては穴が開いたりとかえー、そうですね、えー、ちょっとあの小傷が。あ,あ、うん、入ってるんでね。あの暑まあ、ロスも多いんですけどね。まあ、それをどうデザインに変えるかとかいう感じもありますけどね。で、こっちがまあ、あも,もうもう,もうなんか全体見せられへんね。ごめんね。まあ全部隠れてまうもんね。だから、まあこれは後であの丸めときますけどね。 でまああのー、ちょっと待ってよ用意してるんですけどねバサッと今放送前にあのわちゃわちゃしててあの全部あの床に落ちくれたんよね。まあ、生やからね。で,でまあまあこれちょっとえーこ,ね、これはあのほらまっすぐなってるでしょこれはあ,あれですね革ひもを作る場合に、ね、カットしてるんでこう,こうなってますけどね。 個人的にはですね、この、あのー、好きなところはねこのビロビロっとこうなってるじゃないですかこの要はこれお腹の周りとかそういうあのたるみのあるところですよ。ね。ぜい肉かどうか分かりませんけどこの要は柔らかいところはこういうところがですね僕は個人的に好きなんですよね。まあ扱いにくいと場所っちゃ場所なんですけどこのなんかこう天然のですねこのビロビロっていうかねこの。 不,不均等な。うん。感じのね。わかります。で、これをですね、まあ、ボビーアトレザーは、あのー。好きでですね。出て、あのー、ボ。ボビーアトレザー好きの方はですね。えー、もう。さっきの。ね、こういう。う <laughs> こう、こういったところが。 好きなんですね、えー、一風変わった方,方が多いんでね、うんまあ、これをご覧の皆さんもですね一風変わっている方だと思いますけどはい <laughs> それはいいことですからね、うん、で、まあ、ちなみにですねそういうビロビロのところをですね、えー、使ってるのがですね、えー、これですね、まあ、僕のしこれはまあ今あるのは僕の私物ですけどね 何回も登場してますけど、あ普段、普段使いのカバンですね。えー、これももう十数年、ねえー、ぶ,らぶら下げてますけどね。どこへ行くんでもね。こ,れねまあ、こ,ういうこういうビロビロっと察してるわけですよ。ね、もう十年過ぎたら、もうこんなんですよ。ね、あのこわかります？<laughs> こういうね。あのうねこ もう,もうねてりてりになってたり色がはげたりもうむちゃくちゃですけどね、まあ、あの酷使してますからね、まあ、だけども,もうこういう感じでね、えー、現役バリバリですよでこういう感じで、えー、構成してですねちなみにこの、えー、バッグはですねもう十数年経ってますけどちょうどね歯科一等分ですね、うん、まあ、まあ、平たく言えば皮一枚ね をこう折りたたんでその腕のところとかあね両前足後ろ足の箇所をこうさっきのねピラピラっとしたやつにねえ構成してえ一つのバッグにしてあげてという感じですね。<laughs> でまあ他の革とどう違うんやとねあの分かんないじゃないですか。 レザー本革ってねよくあのほらいろんなものであのカタログとかねあのいろんなあのウェブショップとか見たら載ってるじゃないですか「本革製」とかでねまあそ,ねその中でもどんな革でもまあ革じゃ革といえばまあまあね革ですのでねでまあその中でもいろいろこうあってね牛革の中でもいろいろあるんですからねカーフやらいろいろね切符やら。 で、まあ、あのー、まあ、ディアスキンは鹿なんですけども、人のね。肌になんか感触が近いらしいんですけどね、どうもこの。えっ、ー、とね。違和感ないですね。うん、あのー、負担がないというか。だいたいほら、かちゃんってぎゅーってこうね、う育てたりするじゃないですか。あの鹿側の場合は、割とあの、こう伸びるし、こジャージ着てるみたいな感じですね。うん、スウェット着てたりとか。 えー、あのほらあのパーカーとか着てるみたいな感じで,、うん、で軽いですねでまあ汗もね当に吸ってくれるしいい感じであのこもる感じがあ少ないかな、うん、あの体感的に言えば、うん、であのただまあほかの川と比べたらあ単価大体 2, 2割ぐらいはちょっと高いですね。 うん、でえー、っとですねえー、っと何からあの僕の場合ですけど例えば、まあね、こういう身につけるもんってあれですけど実際こ首からこうチョーカーみたいなねこういうねこういうものとかでもディアスキンで編んでますね、うん、でディアスキンでこう4つ四本の革ひもをですねこうひたすらこうあの編むわけですよ。 でブレスレットでもそうですけどあの他の革でももちろんできますよ。だけどもあの鹿側はね何かこう体にこう密着してたりしてもね、あのー、心地いい僕は心地いいですね個人的にあの。ごわっとした感じもないしうんーというイガイガーッとなるような感じもないですしあのよく似たんでこ,こんな形でよ,よくあるじゃないですかこういう編んでるものってね。 ビニールでこんなような編んでるのもあるじゃないですか、ビニールうう合皮ですよ、合皮でね。で合皮で編んでるのとかこう見つけたらちょっとイ,リイーってなるんですよね、なんかこう、違和感というか、うん、なんかちょっとそんなんがあったりして、まあ、まあ、それがちょっと、まあ、多分、多少僕はちょっとデリケートすぎるんかもしれませんけどね、肌が。あの いい感じですねあとまあ今ちょっとあっと手元に <laughs> いっつも置いてるのなくなってるんですけどあとほらメガネとかこういう鏡とか拭く時にあのー、使うあのセーム川ってあるじゃないですか。ねあれも鹿かなキョンっていう,うね、えー、言われてますけどね、まあ、そこそこあのー、僕もあの何て言うんですかこ,うこの。 ね、ちっちゃいあのこの形のままで何枚かあのそっちにあるんですけどねあの、まあ、キョンを使ってですねセームガーを使ってですね、えーまあ、普段使うもの出はこういうパソコンを拭いたりとか、えー、なんかいろんなもの拭いたりするに使ってるんですけど、まあ、ウエスですよねウエスで、メウエス、うん、<laughs> で拭、まあ、いたりとかねちょっとギター拭いたりとか、うん、その中でケースにねギターケースの中に入ってますけどね。 あのー、非常にきめも細かくて、うんあのー、なんて言うんですか、あのー、優しいですよ。うん、で他のね、えー、川と比べたらなんかど,どう違うねんって感じだけど軽い、まあの、ね、カルイン分かったと、ねうん、気持ちがいいも分かったと。ね、でさやけどどう,なんどう違うん、ね というね、多分そうツッコミがあると思うんですけどまあ一人で一人で言うて一人でツッコんだんやけどね,ね、えー、もう全部この名前やからアドリブで喋っとるからねあの例えばこういう断面ね川の断面断面で見たらあれかなあの要はねこの空気の層っていうかあのほの川が例えば他の川が 消しゴムとしようね消しゴム、うん、牛革のぬめ、まあ、その辺にあるんやけどまだ席離れるのもちょっと具合悪いんでねあの持ってきませんけどそこにもうそこ至るとこにあるんですけどでまあねこう繊維がつま要は繊維が詰まってるんですよギュッとねギュッとまああのしっかりしてることですよもちろんねでやっぱりその中でもこうやっぱしなりがあったりねあのこう。 癖がついたりとかすするわけですよそこにいいエイジングされたりねいい感じででこういう四角とかやったらねあのどう言うたらいいんかなスポンジじゃないスポンジでもないよね綿あの綿あすか綿最近見ませんけどね昔よくあったけどね綿あの綿をなんかいろんなもの使ってましたけどね わかりますあの綿がしじゃなしにあの風な逆になってるけどね綿ね <laughs> 綿の方ね綿みたいな感じのふわふわっとした感じでですねこう幾重もの,のこう層になってるわけですこうええー、感じでねねこうそこにこういう空気の層があるんでしょうねまあ,あのこうレザーはこう今銀面って言ってこの、ね、表面をねこう仕上げてますけどこれを例えばこうむいたりするでしょでふってやったらねあの空気通りますから。 うん、そんな感じまあ要はあのよくあの通気性がいいとか言うけど通気性がいいかなって僕は思うんですけどねもう悪くはないけど、うん、あの他のよりはあるんかなって感じでだからキャスケットとかでもね真夏でも全然かぶってますしね、うんまあ、それはまあ他の,あの馬でも何でもそうやけどねそれはもう被ってますけど、うん、そんな感じですかねあ,のあともうね。 えー、この天然の脂肪というかこのなんていうんですかねこうクッション性というかあの柔らかさというかあの肌に優しいというかね僕は大好きですね、うん、でいろんな小物も大体これで使い,使いますね、うん、であのボビーアドレッサーがのねあのこうレザーのこうアイテムも、ねえー、好んで使ってくれてる方は大体えー ね、ディアスキンでお願いします。っていうことでね。あのこれまあ、レザーシャツジャケットはね、えー、ディアスキンが僕は一番、うん、好きですね。うん。はい。あ、今日も。コメントありがとうございますね。えー、<laughs> 徳山さんこんばんはね。いつもご覧いただきありがとうございます。今日もお仕事帰りですかね。うんね。 はいえー、馬、鹿、牛、豚、あうさぎのけ、アルパカの裏地、えー、動物並みにお、えー、りますよ、<laughs> えー、ヘビーダチョウもいました。ね、あのレーザー好きですもんね、か <laughs> ワちゃんとかね、やっぱね、セブンティーズロックのね、やっぱりこう。 やっぱりその辺のの辺時代の音楽をそういうなんかこうフォークロアな感じのねファッションとかやっぱあの当時の,そのミュージシャンのファッションとかね僕も好きやからまあこんなことこういうね仕事をやってるわけですけどね家業をね。<laughs> ねえまあえー、そんな感じでね、まあ、今日は。 鹿の皮をね紹介させていただきました,、ねえー、ま,たあまあ月曜日にはですねいろいろこういう感じで、えー、なんかね、えー、お話できたらなと思ってます。皮の僕もそこまでの専門家いうほどでもないんですけどどっちかというとクラフターの方なんで、えー、デザイナークラフターの方なんでねだけどもやっぱこう扱っているうちにいろんなこ,うことが知ったり見聞きしたり、えー、自分でこう触ったりしながらね 思うことが感じることとかあるんでね、そういうことを少しでもお話できたらなと思います。ね、今日もお付き合いいただきありがとうございます。ね、えー、それでは、えー、またお会いしましょう。それじゃあね、バーイ、ボビーでした。バーイ。ちょっとダントルが来れたかな。はい。